どうした？ボケっとして。見せない。どうした？ボケっとして。どうして？子供の頃の写真見たいのか？いや別に、また今度、そのうちな。お兄ちゃん、お菓子持ってこうか？あ、すみません、後で叱っときます。お兄ちゃん、お菓子持ってこうか？あいつまた。すみません、あいつ先輩のことが気になるらしくって、先輩に焼き餅焼いてるんすよ。ま、適当にくつろいでくれよな。おい、あんまりジロジロ見るなって。ま、適当にくつろいでくれよな。趣味ったってバスケとか釣り関係ぐらいしかねえぞ。あ、いや、俺のことを少しでも分かってくれんのは悪い気はしねえけど。なあ、こうやって二人きりでおったら、なんや新婚みたいな気がせえへんか？厳しいな自分、けど否定できへんとこがまた切ないけどな。なあ、こうやって二人きりでおったら、なんや新婚みたいな気がせえへんか？あ、厳しいな。こう見えても俺、炊事洗濯は一通りこなすんやで。好きで始めた一人暮らしやから褒められたほどのもんでもないけどな。最初は苦労をかけるかも分かれへんけど、なんてね。あんまりジロジロ見ないで、未完成の作品ばかりだからね。すべての女性に夢を与える、それが天才である僕にとって一つの使命なんだろうね。あんまりジロジロ見ないで、未完成の作品ばかりだからね。やっぱりそう見えるかい？最近おかしいんだ。どんな人物を描いても無意識のうちに君に似てしまう。全く、どうしてなんだろう。主人公さん、あの、退屈じゃありませんか？僕の部屋にいても。そうですか、よかった。あ、お茶を入れてきますね。主人公さん、あの、退屈じゃありませんか？僕の部屋にいても。本当ですか？あの、僕に気を使わなくても。そんなことはあるはずが。これは、その、つまり二人きりだと意識してしまうからなわけで、その、何を言ってるんでしょうか、僕は。
お茶を入れてきます。